どうも、いちかつです。今日はキャベツと卵のスープのレシピをご紹介したいと思います。とても簡単に作れるので皆さんもぜひ試してみてください。まずキャベツ1/8分の1は食べやすい大きさに切ってください。続いて卵を先に溶きほぐしておきます。この時ね、空気を入れるような形でかき混ぜると最後ふわふわに仕上がります。続いて鍋に水 600cc を入れます。それから中華スープの素を小さじ2ですね。で、塩コショウを軽く振ってください。で、火をつけて沸騰させます。ちなみにこれ2人分です。お湯が沸騰したらキャベツを入れてください。しなしなになるまでね、煮込んでいきます。グツ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 煮込んでます。はい、最後に卵を入れて軽くかき混ぜたら火を消します。で、仕上げにごま油小さじ1を入れてください。あとは器に入れて上から煎りごまをかけたら完成です。とっても簡単で美味しいので皆さんもぜひ試してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。